皆さんこんにちは、カミキーです。今回はこちらのテントウムシポケットの作り方をご紹介します。こちら後ろの部分がポケットになっています。こちら15センチ角の折り紙と模様などを描くためのペン、模様はシールなどあると便利です。作り方です。白い面を表にして半分に折ります。さらに半分に折ります。上の1枚を折ります。折ったところを戻します。次にこの手前の1枚だけを15センチの折り紙で2センチぐらい折ります。そして折ったところを戻してつけたこの折り筋で裏側に折ります。裏返します。反対側も手前の1枚だけ、少し折ります。だいたい表と同じくらい、ここはそんなに裏なので好みなんですけども、折ったら同じように、戻してついた折り筋で裏へ折ります。そしてこの上の部分を少し折ります。次に横の角を少し折ります。そして下の角も折ります。横よりもちょっと多めに、このぐらいですかね、折ります。そして裏返して折る工程は完成です。あと、この白い部分を黒く塗ったり模様を描いたりします。青で模様をつけたり、あとハートマークにしても可愛いと思います。いろんな模様をつけてみてください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。さようなら。